ペットにマイクロチップを装着することを義務化した改正動物愛護法が今月施行されたばかりですが、長崎市も明日7月1日から新しい動物愛護条例を施行します。飼い主のいない動物への不適切な餌やりなどを規制するものです。条例制定の背景を取材しました。長崎市の高島です。この島では今、猫の糞尿被害が問題となっています。かつて炭鉱の町として栄えた長崎市の高島、人口よりも多いおよそ500匹の野良猫がいると見られ、その数は増え続けています。一部の島民は猫への無責任な餌やり行為が背景にあり、猫の糞尿による健康被害も出ていると訴えています。お子さんお持ちのお母さんたちは皆さん怒っています。公園に行っても糞がある、幼稚園に行っても糞尿がある、猫アレルギーの方が増えてます。餌の大胆なので、その餌のにゴキブリが出てきて、糞がある、大量のゴキブリがある。こうした中、長崎市は明日新たな動物愛護条例を施行します。条例では周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような餌やりを禁止に。餌やりの対象を不妊・去勢手術を受けた猫に限定したり、餌を与える人に対し適切に糞尿の処理をすることなどを求めます。罰則はありません。条例制定の背景には殺処分の問題もあります。環境省によると2020年度県内の保健所で殺処分された犬は425匹、猫は1528匹で、殺処分率は長崎県が全国ワーストでした。連れてこられる猫の 95% 以上が子猫になります。で、飼い主のいない、いわゆる野良猫が産んだ子猫がそのほとんどになります。不妊化をしていない野良猫を減らすっていうことがやっぱり一番重要な解決になってくるかと思っています。不妊化をしていない野良猫に餌をやるであるとか、そういった無責任な行動というところがどうしても減らない状況があっております。長崎市は条例により野良猫の繁殖を抑え、殺処分を減らしたいとしています。人と猫が共存できる街へ、私たち一人一人が動物との向き合い方を改めて考え直す必要がありそうです。長崎市の条例は多頭飼育崩壊を防ぐため、犬と猫合わせて10匹以上を飼育する場合は市への届け出を義務付けることなども定めています。